ドイツワールドカップについて聞きたいんですけど、はい、ブラジル戦ですよね。前半34分のゴールですよ。結構頭真っ白だった話で覚えてないので、2008年にピクシーが監督になるわけじゃないですか。でも G リーグ全試合見たけど、うん、お前が一番うまいじゃん、この人についていこう、この人に認められるようにやろう。2005年、あのチームは残念ながら J2 に降格するんですよね、はい、でそこで名古屋グランパスに移籍と。これ移籍の決め手は何だったんですか。まあ、2005年だったから、2006年がワールドカップだったでしょ、はいはい、でその時代表にも選ばれてて、うん、まあ、J2 だったらさすがにワールドカップの道閉ざされちゃうんじゃないかなって思って、うんうんうん、まあ、残るっていう選択肢もあって自分の中でもあったんだけど、その気持ちも、うんうん、でもやっぱりワールドカップ逃したくないなって思って、うんうん、でグランパスに2006年ですか、2006年、6シーズンからですよね、うん、に移籍されて、まあ、当時のセフ・フェルフォーセン監督、どんな監督なんですか。いや僕はね、合わなかったね。何が合わなかったんですか。なんだろう、あんまり俺のことは評価してくれてなかった。うん、評価はしてくれてるのかな、うん、オランダ人なんで、うん、ヨーロッパのサッカーを知ってて、うん、今のグランパスの中で、うん、ヨーロッパに行けるとしたら多分お前だけだと思う、うん、けどお前は3番手だって言われたの。だそれがちょっとその時は分かんなくて、うん、なんでだろうと思って、うん、多分練習でもそういうのが出ちゃってたのかな、ふてるというか、まあ、自分のせいでもあると思うけど、うん、しんどかったな。なるほど。でもモヤモヤしてた気持ちもあったし、うん、ちょっとこう自分の中での尖ってる部分もあるし、うん、っていうことでそういう風になってしまったって話ですよね。タマ、うんうん、さんらしいですね。あの柏と名古屋ってこうどんな違いあります？まあ、柏はアットホームみたいなところがすごいあった、ね、うん、で名古屋は僕、俺が当時行った時はちょっと寄せ集めチームというか、なんかまとまりも全然なかったし、うん、名古屋からオファー来てる人もたくさんいたみたいで、他の俺の年代ぐらいとか。でも名古屋は若い選手の墓場みたいな言ってる人がいて、はい、あ、そういうイメージなんだと思ってたんだけど、はい、まあ、その時言ってればちょっとわかる。あ、なんか、うん、行ってみて、行ってみて、うんうん、でも今はすごく変わったと思いますけどね、うんうん、ここからドイツワールドカップについて聞きたいんですけど、はい、代表に選出されるじゃないですか。これどこで発表知りました？自宅のテレビで、チームからはもう誰も多分知らなくて、はい、あの選出されたら、はい、スーツ着てフラバースに来てくださいとだけ言われたの。どんな気持ちでテレビつけるんですか？いやマジでドキドキした。その時は緊張しましたよね。緊張した。でフォワードだってもう最後じゃん。そうですね。あと残り3人ぐらいだよ多分ね、フォワードが、ね、フォワードの枠が。自分では何パーセントぐらい入ると思いました？7、80は。7、80% はあるけど。あるけど、だからこそ選ばれなかったらみたいな。これ怪我してたのね。2005年、はい、レイソルの最後ぐらいの時に中足骨折って、中足骨折りながらも名古屋に入団したの、はいはい。コンディションは徐々に上がっていったけど、そこまでパフォーマンスは出せてなかったのね、名古屋の1年目だったし。で、そういう中でも、ジーコの信頼とか、うん、ものはちょっと自分ではいい感触があったから、うん、絶対に選ばれたいっていうのもあったし、選ばれなかったらどうしようみたいなとこもあったから。でもそういうのってなんか事前に言ってくんないんだっていうのがまずあって。で、マルタ戦ですよね、ゴール奪ったの。でもあの時こうチームの状態なんかあんまり良くなさそうだったじゃない、うん、ドイツ戦すごく良かったじゃないですか、ね、あの見ててどうでした？ドイツ戦、ドイツ戦こんなに日本やれるんだと思った。やっぱりメンツもすごかったし、うんうん、まあ、ドイツのメンツもすごい良かったけど、うん、この選手たちが本当にうまく融合できてれば、うんうん、どことも対等にやれるんじゃないかなっていうのはあった、見てて。じゃあその試合前から結構手応えがあったんですね、うん、チームとしては、うん、で田中さんはその、まあ、マルタさんに出て、でその後、まあ、初戦ベンチで一戦目見てたじゃないですか。これはどんな雰囲気だったんですか？ドイツ戦がピークだったんじゃないかみたいな、まあ、うん、結果論で言われると思うんだよね、うんうん、そうですね。だから本当に初戦が全てだったし、うん、本当にチームとして先制点も取れて、
チームの中ではそこまでうまくはいってなかったけど、雰囲気も別に悪くなかったの。でもなんかメディアではあのバチバチやってたとかっていう。でもバチバチであるやん。まあ確かに確かに、うん、そうですよね。言い合った方が俺はいいと思って思うし、うんうんうん、やっぱりそのこの強い選手たちだから、うん、まあ、本当に初戦の結果がああなってしまったから、うん、言いやすい空気を作らせてしまったのかなって。なるほど。俺は思う。負けた後のロッカールームはどうでした？まあ暗くはなってなかったけど、うん、切り替えはちょっと時間かかってたかな、うん、で2戦目引き分けで終わるわけじゃないですか、うん、もうこの引き分けで終わった時点で相当こう代表としては厳しい状況にまた追い込まれ、うんうん、でブラジル戦ですよね。チームとしてこうどういう風に戦おうってなってたんですか？もうやるしかない、うんうん、まあ、こういう舞台でブラジルとやれるんだったらやるしかないって自分はそう思った。であの前半34分のゴールですよ。アレックスからこうボール出る前にあれマキちゃんがディフェンス引き連れながら、うんうん、ファーに少し行ったじゃないですか。その瞬間タナさんがこう行くじゃないですか、うん、あれはなんとなく見えてたんですか？あの時は多分見えてたんだろうけど結構頭真っ白だった話。真っ白っていうか無我夢中だった。無我夢中、もう本当に試合に入り込んでて覚えてないの。と見返して、うん、あこういう動きしてたんだねっていう感覚、はい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 、でも牧が結構もう前半の途中ぐらいで、うん、俺絶対も90分持たないから、うん、とにかくやれるところまでやるからみたいな。だからめちゃくちゃ動いてくれてたの多分ね、だからそういうスペースを作ってくれたのかもしれないね。でもあのゴール決まった瞬間どうでした？覚えてない。なんでですか？覚えてないけど、でもアレックスとはなんかああいう呼吸でサッカーやれてたから、はい、だからパス来るタイミングがちょっと分かったんだよね。もうオフサイドギリギリでしたもんね、あれも、うん、ブラジルとやるときにジーコに話してブラジルにも多分絶対好きってあるから、うん、それついてけって言われたの、うんうん、だからその好きっていうのは多分ジーコは分かってたのかな。ワールドカップでねブラジルから点を取るってすごいことじゃないですか、うん、ただその後に4点取られてこうどうです、やっぱブラジルとの差みたいなのを感じたのか、どういうところが違ったのか。でもあの前半30分に点取ったけど、はい、その前から何点取られてもおかしくない状況だったの、うん、もうほぼ決勝トーナメントいけるっていう状況で、うんうん、ブラジル代表は何人か選手を落としてきたの、うんうんうん、で多分余裕もあるから、うん、ブラジル人って言っても余裕を持ってプレーすると遊ぶ感覚が多分増してきて、うんうんうん、逆にそっちの方がいいプレーできると思うね。うん、でメンツすごかったけどブラジル代表、うん、調子良くないってずっと言われてたの。でも蓋開けてみたらもう世界一番強いでしょこれと思って思うぐらい本当に強くて、でもあの試合で学んだのが、うん、本当にサッカーって心から楽しんでやるもんなんだなって、そうすることによって、うん、まあ、自分のプレースタイル的に、うん、いいプレーできるしチームに貢献できるんじゃないかっていうふうに思わせてもらったし、ワールドカップで得たことがその心から楽しんでプレーすることだって言ってましたけど、課題は逆に何かあります？質が高い選手がいるだけではやっぱり勝てないというか、うん、だからそれから日本のなんか組織力みたいなのが、うんうん、がなんか合わされば日本で強くなるっていうふうに思ってたし、それが徐々についてきてるからこそあのワールドカップでも結果出せるようになってきたんじゃないかなって自分は解釈してますけど。であのヒデさんが引退するじゃないですか、あのブラジルの、うん、知ってました？知らなかった。え、じゃああの寝てたじゃないですか、うん、試合終わった後、うん、何やってんだろうって思ってたんですか？思ってた思ってた。ヒデさんどうしたんだろう、だ自分の中で多分決まってたってことだよね、うん、はい、はい、ヒデさんが引退するってのはどこで聞いたんですか？聞いてない。ニュース。だ引退って、だ代表引退するのかなと思ったの。はい。そしたらサッカー選手引退だったでしょ。はい。知らなかった。ヒデさんの影響ってありました？やっぱすごい人っていうイメージがあったんだけど、うん、日本人のサッカー選手って、すごいより上手いが多分勝っちゃう選手が多いと思うんだけど、ヒデさんはその逆。ストイチコフとか、うん、まあ、セレストのフォルランとかっていうのはいたんだけど、うん、それもやっぱ世界的に有名な選手じゃない、うんうん、でも上手いよりすごいが勝る人だったの。
ミドさんはそれに当たる人、うまいけど、うん、あすごいなって思う人。ちょっとそれはあれですね、一緒にプレーした人の感じ方、うん、で2008年にストイコビッチさん、はい、ピクシーが監督になるわけじゃないですか。これはやっぱ選手としてすごく好きな選手だったね、もともと。それであのグランパスを好きに好きだったの、小さい頃、うん、そのやっぱり2006、2007ってなかなか自分の中でフラストレーション溜まってて、うん、移籍しようか迷ってた時期だったの。名古屋から移籍しよう、他のチーム行った方がいいのかなっていうぐらいがあった時に、うん、まあ、GM の人、久米さんで連絡来て、はい、来年ストイコビッチ来るけどお前出てくんのみたいな言われたの。ストイコビッチ監督になるのと思ったじゃあ残りますって言った。で残ってストイコビッチになって来て、早々になんか G リーグ全試合見たけど、うん、お前が一番うまいじゃん、お前がナンバーワンだよみたいな、うん、言ってくれた、うん、そこでこの人についていこう、この人に認められるようにやろうって。タマさん、それ事実かもしれないですけど分かりやすいんですね。そう、分かりやすいそう、だから信頼してくれる人がいたら、そういうことか、それ以上のことをもう与えようっていう気持ちになる、うん、で8年9年って名古屋どうだったんですか。2008年は、3位、だから ACL 出たのよ、翌年。で2009年はちょっと落ちたのかな、うん、多分一桁だったと思うけど、うん、順位は、うんうん、で10年ですよ、こうグランパスのリーグ初優勝。そうだね。この時はどうだったんですか、シーズン。この力で勝った感じ。トゥーリオいて、奈良さんも、もちろんマスカーさんで、ケネディ、ダニルソンとか、ね、ダニルソン、ムーもいたかな。あ、ムー、マギヌンとか。マギヌンいましたね。まあ確かにコは強いですよね、うん、本当コで勝った感じ。これグランパスが優勝した要因はコって言いますけど、これストイコビッチさんはピクシーは何をやってたんですか。それをまとめるだけのカリスマ性があったっていうのが一番だったかもしれない。そのぐらい信頼関係もあるし、うん、カリスマ性があってこの人のためならって思えるわけですよね、うんうん、多分俺だけじゃないと思うし、うん、そういう気持ちを持ってなんかこの人に認められたいとか、うん、褒められたいとか、うん、結構ガー言われるかな。ピクシーは結構言うんすか。俺はあんま言われなかったけど、はい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 、他の選手とかも結構言われてて、あの時の優勝した決まった瞬間に涙が出てましたけど、見ちゃった。はい、見ちゃいました。それどういう思いだったんですか、あの時。まあリーグ優勝っていうのはしたことなかったんで、はい、まあ、どんなもんなのかっていうのも分からなかったし、うん、自然と涙が流れて。泣くタイプの選手じゃないじゃないですか、うん、見てても、うん、渇望してたんですか。自分がタイトル欲しいっていうのもあったし、うん、タイトル欲しいし、なんか目の前にそのチャンスがあったっていうのもあるし、うん、2009かな、天皇杯決勝まで行って、はいはいはい、ガンバで負けた試合があったんですよ、はいはい、その時も多分涙流しちゃって、それでタイトルめちゃくちゃ欲しい、取りたい、目の前にあったものが崩れ落ちてくっていうのがあったからこその涙があったのかもしれない。なるほど。であの日本代表の話に戻るんですけど、2010年南アフリカワールドカップのメンバーに選出されて、これは意気込みはどうだったんですか。悔いの残らないようにやろうと思ってやったけど、うんうんうん、悔いしかなかったかな、俺はあの大会は。で2018年あのシーズン終了後に戦力外を受けて、この時はね、なぜかよく分からなかった、本当に全く納得いかなくて、うん、